皆さんこんにちは。今日は開封のところから紹介したいと思います。お見せするのは何でしょうか、ね、こんな感じで梱包されてきます。何が出てくるでしょうか。じゃん、ペコちゃん、クレヨンしんちゃん、初音ミク、マイメロちゃん、かわいい、まだあるよ、リラックマ、ハイジ、ウェ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 、ナースコリンゴちゃんとお医者さんセット、店員さんアギハちゃんとレストランセットということで、これすべて小枝ちゃんのシリーズのおもちゃになります。こんな感じです。今日はこの小枝ミーツシリーズ、これをずららっと紹介します。こちらを使います。アルプスの少女ハイジです。机がついてましたよ。かわいい。そして、ハイジ。知ってるかな？とっても有名なお話のハイジだよ。おしゃべりするのかな？聞いてみましょう。では、次。じゃーん、クレヨンしんちゃんだよ。ちゃんとチェリーがついてるよ。これは取れないのかな。あ、取れた。じゃあかぶれる？かぶるのはちょっと難しいみたいだね。これも音声確認してみましょう。次はじゃじゃじゃーん、ペコちゃんです。よく見かけるマークだよね。かわいい。ペコちゃんも仲間入り。では次に行きましょう。お部屋を買いましたよ。アイス、それからじゃーん、マイメロちゃんです。かわいいね。みんなお首が動くんだよ。では音も確認しときましょう。これを使うよ。誰かな？じゃじゃーん、初音ミクちゃんでした。さくらんぼついてるね。ではお部屋を変えましょう。ミクちゃんごめんなさい。最後になりました。はい、リラックマさんです。これが、あ、取れちゃった。リラックマさん垂れるよ。こうすれば椅子になるね。そしてこれは引き出しになってました。お、長い引き出し、小物が入るね。そしてじゃん、かわいいですね。誰が一番好きかな。小枝ちゃんと
キティちゃん。みんなが集まると楽しいね。